どうもふーじたです。はい、ということでね、第93回となる今回は、マリオオープンゴルフのジャパンコース9ホールをドライバーとパターのみでアンダーパーを目指すということですね。今回の成功報酬はゴルフのグリーンにちなんで、グリーンといえば抹茶、抹茶といえば祇園辻入りの抹茶お菓子セットをいただけるとのことです。こちらですね、祇園辻入りお菓子セット、なんか結構多いですね今回ね。はい、ただし失敗の場合は罰ゲームとして、罰金付きの英語数字禁止実況プレイを披露しますとのことです。まあ失敗ないでしょうね。それでは挑戦したいと思います。はい、それではマリオオープンゴルフジャパンコース9ホールまで、パターとドライバーのみでスタートです。まずこのスイング、速くすると距離は伸びるんですが調整が難しいと。調整が難しいっていうのはこのゲージがすごい速くなるということですね。超速いじゃないですか。で、このあと木を抜けてバンカーを抜けてグリーンを狙うということですね。この角度だとね。これはやばいですね。この角度はかなり来てる角度ですね。まあこんなとこですかね。この木は見た目通りに当たるんで、手前の木とかには当たるんで、ね、この角度から打つとして、まあちょっとミニカーブをかけた方がいいですね本当はね。ちょっとカーブかけすぎたかなこれ。あっぶねえ、バンカーに入るとね、もう結構積むみたいなことありえるんで、ね、34ヤードをドライバーで打つということです。うまいっすねピンそばね、ドライバーでピンそばね。これまあ芝目が上にいってるんで、一応ねレンダーすごく危ないんで、ね、はい、ギリパーです。でこのホールはですね、あの OB とか入るとまあまあ積んだも当然じゃないですか。だから左にカーブをかけちゃいけないということですね。ってことは危ない、右にカーブをかけたから、左のゲージってことは右にカーブがかかるんで、うまかったということですね。これ速いからね、今の1メモリだけでも相当カーブがかかるんで。で残り120ヤード、これちょっと弱めにいかないといけないってことですね。まあいいんじゃない、うん、まあまあね、ドライバーとちょっとね、どのくらいで打つかってすげえ難しいんですよね。ここはバーディーチャンスですけど、相当むずい芝目ですよね、これ。右下に流されるんで。まあ、こんなもんかな、こんなもん。こんなもん、これ行き過ぎんのかな、どうなんだろう。まあ、こんなもんで打ってみますか。うん、最初の方が良かったかもしれないですね。最初の角度の方がね。これはこのままでちょっと強めで、こんなもん。危ねえよ今の、結構カーブがかかってたんで。まあギリパーですねこれもね。ここはまあホールインワンが狙えるんですけど、まあドライバーだときついですね。アイアンとかでだと狙いやすいんですけど。ちょっと弱めですかね、これはね。まあいいとこ行ったんじゃない。ああグリーン乗ってないの一応今の。この14ヤードでねドライバーで打つのはすごい危ないんですけどね。どうやっても多分跳ね返る可能性があるしね。うまくないこれ、うまくないバーディー決まりました。
そして、ドライバーですからね、ドライバーで外から行って入りましたからね、14ヤードのところ。まあ実はね、ロングパットより丸めの方がね、入りやすかったりするんですけどね。で、ここは左の OB とかバンカーに入ると、まあ、済むというかね。左にカーブがかかるととにかくやばいってことですね。ということはですよ、早めに打つということですね。あー、左にカーブかかっちゃった。あぶねえ。1マスだったからギリ大丈夫だったけど、あのゲージの速さね、1マスでこれですからね、危ない危ない。そして次もまたね、やばいですね、木があるしね、前にね。まあ木をちょっと避けた感じ、ちょっともう少し避けたかな、こんな感じ。まあいいんじゃない、うまかったんじゃない。やばいやばい、ひょっとしてやばい、あっぶねー、あー落ちた。まあでもね、ここまでうまかったから、まだでもこれパー狙えるんじゃないの、落ちたとしてもね。これが4打目でしょ、パー5なんで。これ難しいな、この角度でいいのか。いや、やべえ、やべえことやっちゃった今の。あんな飛ばないの。ってことはまた同じぐらいの角度でいけばいいと思うんですよね。あぶね、今ちょっと間違えた今の、すげえ。こんな風に触れたんだね。やべえって、ちょっと。これ入ってボギーだからね。ダブルボギーになるともうダメでしょ、はっきり言って。これ普通にこんなもんでいいんじゃない？危ねえ、危ないけど貯金が減ってプラマイゼロになりました。ここもね、まあホールインワン狙えるとこなんですけど、まあアイアンでしょうね普通はね。ちょっと弱めってことですね。まあこんなもんでいいんじゃないですかね多分。うん、うまいっすね。うお、うまい、うお、超うめえ。これドライバーでホールインワンしたらすごかったですね今ね。これもう連打危ないんだよな本当に。なんかこう、こういうの外すとすごい怖いんだよね。危ねえよ。そして6ホール、ここも超やばいですよはっきり言って。木の周りが確か OB かなんかでいけないんですよ。本来これでど真ん中行きたいんですけど、このゲージが難しいんだね、やっぱりね。まあちょっと右にカーブがかかっちゃいましたね。まあでも大丈夫か。まあまあいいんじゃないですか。で、残り150ヤード。ちょっと弱めっすかね。まあまあっていうところじゃないですかね、これは。このドライバーさばきとしてはいい方だったと思いますけどね。14ヤードをドライバーで打つと。惜しいっすね、惜しいけど転がっちゃダメ。やばいやばいやばい、これは大丈夫かな。この辺にしといた方がいいのかな。怖い、これも怖いんですよね、これ結構怖いんですよね。まあちょっと弱めでこんなもん。危ない。そしてホール7、まあこの辺で真ん中行けばいいのかな。まあ左にちょっとカーブかかりましたが、まあいいでしょう。こんぐらい広くないとね、カーブかかって良くないんですよ。ちょっとのゲージの差でね、池とかに落ちたりするんで。残り170ヤード。ちょっと弱めっすかね、この場合。
まあまあまあいいんじゃないですか。いいけどこっから入れるのは相当きついと思いますけどね。バーディートライですけど、上に向いてるし、あの斜め左に斜め右に向いてるしね。これこんなもんかな。これで上に流されつつ右の方に流されるみたいなことですかね。これちょっと強めでいいんじゃないかな。これかな、なっちゃう。まあこれで強めでいきますか。こんなもん。あーやべえって、ちょっとそれやばいって、それやばいって、これきついことをされたな今。こんなもん。くっくっ、やばいやばいやばい、またやばい。これでいく。あーこれでプラマイゼロだっけ。うわやべ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 、なんかハラハラしますね。8ホール目ここも超やばいですよ。はっきりど真ん中行きたいんですけど、ゲージの都合でど真ん中むずかったりするんで。スーパーショット決まりました。でもやべえんじゃないこれ、ひょっとして。あっぶねえ、なんとか抜けたかバンカーは。あっぶねえ。でさらにまだやばいんですよ、あの池に落ちる可能性があるんで。残り230ヤード、180だとちょっと行き過ぎるかな。まあミドルでいくか。ミドルっていうのはこの速度ね、スイングの速度の話ですね。で距離が変わってくるんですよ。ちょい強いかどうだろう。バンカー絶対やめてよ。まあまあこれは仕方ないと思います。ドライバー調整としてはやむを得ない範囲だと思います。34ヤードをドライバーで打つということですね。あ、これ痛いですね。思ったより飛ばなかったというのは痛いですね。これこそまあまあこんなもんですよね。惜しいな惜しいな、ちょっとこれでパーですよね。この近さだからといって連打すると危ないんだよね。はい、なんとかプラマイゼロで、最終の9ホールですね。ここも超やばいんだね。何がやばいって、まずこの出だしが木に当たるとこっちに戻ってくるんだね。で左に切れすぎると池に落ちてるし、まあこれでど真ん中行きたいですね本当はね。左に切れるのだけはやばいんで、まあど真ん中うまかったんじゃないですか。でここをようやく抜けると、次の問題としてあのバンカーがあるじゃないですか。グリーンの前後のバンカーに入るとまあ抜けれないですね。 100% ほぼか、このルールでいくと。それがまあやばいじゃないですか。とにかくだ、本来このルールだとグリーンというよりもグリーンの右のとこの芝のとこに行くのがいいんですよ本当は。変にね、手前でも奥でもグリーン、バンカーに入っちゃうんで。残り170ヤード、カーブをかけるんだったら左右にってことですね。ちょっと弱めで左にかけるのがいいのかな。これはちょっとダメですね、無理っすね。これ木に当たるんで 100%。 こんな角度で打つとやべえんだよなこれ。こんなもんでどう。これちょっと無理っすもんね。これだとこの角度に行くと全然右の方に行くんですよね。そうすると左にカーブをかける必要があるから、なんか複雑になってくるんですよね。これならなんとかいけますね。これでもなんとかですけどね。あの木の当たり判定結構大きいんで、これでうって言ったら相当左にカーブかけなきゃいけないって危ないんだよね。超危ないよこれは。さすがにこんぐらいの角度生きてんだよな。あと木がど真ん前する多分。これやべって、ちょっとやばい角度ですねこれ本当に。これなんかやばいとこに落ちるような気がするな、なんとなくこれ。
この辺の角度から行って左に超カーブかけるしかないと思うんですよね。うん、そうしかないですもんね。これで左に超カーブをかけなきゃいけないってことなんで、左に超カーブをかけるってことは右にゲージをやるってことですね。これでいいんじゃない？うまくない？やべえうまさじゃないこれ。ちょ今調校しましたけどピンそばやばくないこれ。これバーディー取って終わりましょうよ本当に。これでも入んない可能性あるんでね。これ入んなかったらショック受けるよ本当に。ほぼ連打でいいんだけど連打すると危ないことがあるんでね。決まりました、最後バーディーで決めました。ちょっと危なっかしいとこもあったけど決まりました。はい、ということでね、マリオオープンゴルフ決まりました。いやちょっとね前半危なっかしい部分ありましたけど、あれはねパターさばきが、初期のゴルフに慣れちゃってたっていうのもあると思うんですよね。でもやっぱドライバーさばきはうまかったんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、抹茶お菓子セットいただきます。まあ、この中でもこのね抹茶せんべいっていうのは特に気になったんでちょっとこれをまずいただいてみます。なんかすごいんですよねこれ、緑色のせんべい、真緑、すごくないですか。それではいただきます。うんうん、サクサクで抹茶の風味がすごく良くて美味しい。いやー、良かったです良かったです。でね、あの英語数字禁止の実況プレイといえば僕みたいな部分あるじゃないですか。なんでやってみますか。はい、ということでね、今回の罰ゲームは第52回ゴルフで好評だった罰ゲーム、英語禁止実況プレイがパワーアップということで 1,2,3 などの数字を言うことも禁止ということで、前回ね禁止ワードを16回言ってしまったわけなんですけど、それを超えなければ成功、超えてしまったら超えた回数かける1000円の罰金ということです。それではいきますか。はい、それでは、最初の穴スタートです。日本の最初の穴ですね。はい、それではいきたいと思います。まあ一応あのなんだ部活じゃなくてこの棒は全部使うってことなんで、それではいきたいと思います。まず全ての棒を使うんで、まずスイングは一応速いで、スイングじゃない、ちょっと待って、あのモーションも違うから姿形は速いでいきますね。最初の木でいきます。で大体この角度とかもね一応気にしないといけないんでね。で、下を打ちます。で左に、あこれやばいって、これ穴いったよ多分。あでも行かないか、なんとかギリこの芝のとこに、芝じゃないこれ草のとこに行きましたね。で、最初の次の何アンダじゃなくて最初の次の打つ回がこれも姿形は速いでいきます。残りの道のりが200と2つ目かける100なんで、この最初の次の鉄で打つんでしょうね。で風も来てたりするんで一応下の方から行きますか。で右にこれなんだろう曲がりをかけた方がいいんで、下を打ちつつ右に曲がりをかけます。ということは左に、あ逆に言っちゃった、まあまあでもいいんじゃないですか。うん、そして最初の次のだです。ここはもうゆっくりでいいのかな。でこの砂の棒を使うみたいですね。砂の棒を使って下を打ちます。で残り40、残り最初の次の
最初の次のもうとにかく倍の倍なんで、これのフル、ま、すべての渾身のだの半分ぐらいでいいと思うので、渾身のだの半分なんでこんなもんじゃない。これすげえ上に上がったよ。でもうまいっすね。完全に芝に乗りました。で流れが左の下の方に向いてるんで、こんなもんでいいんじゃないの。この何この芝の上の棒の、このなんだ目このゲジゲジみたいなやつを、ちょっと弱めで打つということですかね。それを踏まえていきますと、こんなもん。あ、ちょっとずれたね。これでもレンダーやばいんで。決まりました。最初の穴。最初の穴成功しました。はい、ということでね、禁止ワードが前回の16回を下回ったということで決まりました。で、決まんなかったら罰金ということなんで、決まったじゃないですか。賞金出るんですか？多かったら罰金は出るのに賞金は出ないの？マジで？まあいいでしょう。とにかく決まったんでね。ということで次の回も一生懸命頑張りたいと思います。